メガッサかっこよくない？どうも、ミムス&アルさんです。いい加減マグスパイがいつかおう、ということで、久しぶりに送検です。久しぶりだよね。ゴルトシリーズに決意の送検。一目惚れした組み合わせです。関連低皆無なのに、色も質感もマッチしてて素敵。髪の色による部分が大きいのでは？というのはキンクで。髪の色変えたらそれほど合わないんじゃね？言い方変えてもダメ。まあそれ抜きにしてもかっこいいよねゴルト。こういうガチガチの鎧系も好きです。肌やパンツを見せるだけでなく、こういう外装も選んでいきたい。それにこれ、なかなか思い入れも深い。初めて買ったカキンボーグがこれだった気がする。いや最初はレアルだったかな。まあいいや、地雷御用達扱い受けてましたが気にせずってました。他プレイヤーに嫌な顔されたんじゃないかって。大丈夫、レスタ様に規定してたから。という地雷上等なやり方でランク上げてましたが、まあゲームだからね。不正したり他人へ迷惑かけたりしないなら、進め方楽しみ方は自由、人それぞれですよ。さすがフォーチオンリー、絶対作った人は言うことが違うぜ。そろそろモンスターの話しましょう。テンイシュアノルパティスです。公式からもクソモンス扱いされてしまった大先生が、テンイ化して帰ってきました。圧倒的不良だった通常個体を、このテンイシュでは改善できているのか、実際に戦いつつお話ししていきたいと思います。まあいきなり結論から言っちゃいますが、かなり改善されてます。飛んだり潜ったり距離取ったりをあまりせず、インファイトな地上戦地帯になってるんですね。運動能力は健在だが、発達したノコズノを主力にする方向に嫉妬したようだな。おかげでなかなか良きモンスになってると思います。ノーモー突進とかは相変わらずですが、走り出すのはノーモアくらいでお願いしたい。意味わからん。発達しすぎてすんげー邪魔そうだな。つのこいつの視界が気になる。あ、この突き上げ食らうと、空中キャッチからの地面うねで強制即死です。範囲も見た目以上となかなか厳しいですが、代わりにコンボ即死の類はこれのみ。ちなみに打ち上げ最中で凍ると、即死判定だけはやり過ごせるらしい。だからといって狙えるもんじゃないし、それのために耐性を下げるのは非推奨だが。面白そうという理由だけで耐性下げてますが何か？あーはいそうなんです。氷属性やられ特大持ちです。あと普通の有属性やられもあります。通常個体は水の使い手だったけど、水やられはなく武器も氷になってます。結局こいつは何属性の使い手なんだろう。全部か？一回食うすべてを移動したり、固有でもないのに色々属性使ったり、贅沢なやつです。てかそんな色々使うならいい加減副属性にしてくれたまへよ。おかげでテンエリアと、縄張りだけでなく武器でも争ってるじゃないか。いやまあ実際縄張り争いしてんのか知らんけど、ワールドにいたらしてるであろうくらいの関係性ではあると思う。もちろんポカラドンも。アイスボーンの雰囲気に合ってそうだが、果たして？いや絶対ないとは思うけど、あ、自爆のチャンスだよ。やっちゃって、見せ場ができるよ。だが断る。なぜ前方切りしたのにやらないのだ。あ、今はダメだよ戦闘が無駄になっちゃう。だが断る。悪用の気まぐれでも聞けてるの？パートナーは気まぐれスキルないだろ確か。そのこと言ってんじゃねえんだよ。自爆やるやらないの判定はよくわからんな。単純にランダムなのか。今更だけど背中壊れてるね。全一種で新たに壊せるようになってしまいました。相変わらず隠す気のない本ね。耐久含めてなんと効果剣も通用するからまだいいけど、あとは従来通りつの翼、尻尾、発達部位はもちろんつの角を壊すと超方向及び超振動封印です。角を壊して定量が下がるとはこれいかに。トラサウロロフ素敵な構造か。恐竜に興味ないとわからんだろそれ。アクトノスに似てるんだから、モンハンやってる人はみんなわかるでしょ。ラスタさんが餌食に。でも NPC は犬が見けで済む。即死もしません。でも手を出せずタイムロスになるんで、なるべく食らわないでね。言ってるそばから高校で高速中にやられたら無理無理。ダッシュジャンプ切りで尻尾も楽々、動きもかっこいい。かっこいい装備にかっこいい動きが備わり最強に見える。ハウキ使わないんですか？移動しますね。ハウキは置いてきた。私の頭ではついていけない。攻撃避けるだけで精一杯。今のところ一回も吹っ飛ばされてないと思いますが、実はそれなりに苦手意識ありますこいつ。軸合わせしたりしなかったりの上、攻撃の出が早く、判定もなかなか、適当にやってると嵐のような被弾率となります。そして私、ここんとこ双剣あまり使ってないのよ。
だからハウチなんて全然慣れてない。無理して使ってもいたずらに被弾が増えるだけだったんで、ハウチはもう最初から捨てることにしました。上級者からしたら、なんだこの地雷リバーイにでも解明しろよ、的なプレイングだと思いますが許してね。デカタイムアタックをちらっと見た感じ、ハウチって最初に溜めた後は、ずっとコンボを続けて維持するのが基本なのかな。まずコンボをずっと続ける時点で難しいし、その上で攻撃をさばかなきゃならんと、いやー双剣難しいね。極めるとなると、全武器の中でもかなり難しい方じゃないかと勝手に思ってます。一本ずつゲット。そういやアーノルさん覚醒しております。覚醒時に突然飛び込みするんですけど、飛ぶ前からぶっ飛ばされる謎の当たり判定は相変わらず、さすがにあれは一人夫人かな。今回は運よく買わせましたが、まあとにかく、すでに結構追い詰めてるってことです。ビジュアルで選んだ決意の双剣ですが、なかなかやるじゃない?つっても実用性の面でも、こいつには結構マッチしてるとは思うけど。お前が選択できる中だとなおさらな。やめて、作成サボってるのバレちゃう。このブレス中は隙だらけ。でも食らうとめっちゃ痛いので注意。というか全体的に、攻撃力自体は全種の中でもかなり高いです。角倍率なら、判明してる中で3本の指に入るほど、コンボは在種だけといっても、防御高めないと通常攻撃で即死する。おかげで削りも痛い。実はあのコンボ技も、引き上げの前に削りで締めたりします。ただその分、源の根が相当楽になるかと。星4以外はその唯一のコンボ技すらしませんし、そのため倒すこと自体は、全2種の中では簡単な方ですかね。実際、あの大先生にしては思ったほど、という意見が多いようで、トブモグルをしなくなったのも、楽な印象に拍車をかけてるようです。反面、被弾はしやすい方かなと。発生も判定も優秀な攻撃が満載ですからね。クリアはできるが食らいまくるので苦手、という人は結構いそう。私がまさにそれ、ま、さすがに何回もやったんで、いい加減慣れてきましたけどね。即死コンボもこの通り、もはやただの攻撃交流チャンス、立花戦部でさらにチャンスを作ってやるぜ。敵よ止まれ。カッコつけモーション。国旗陣解放。そして敵は動き出す、攻撃する前に、のり巻きせんべいの発明品かな?立花雷、ソロだといまいち恩恵感じない。パーティーだとこれのために雷神検証つけたりするらしいけど、本ボッチなのが察しててしまう言い方。うるさい。まあいい、もともと断然有利なわけですしね、さっさと蹴りつけよう。唯一のコンボすらただのチャンスになってるし、あなたに勝ち目はないですよ大戦。あ、はい。リバーレイが決まってしまったー!ただのチャンスになってる。まあ食らうとどうなるか紹介したかったしね、ちょうどよかったよーん。あのように視点まで変わる、楽しいアトラクションとなっております。ただし連続で遊ばれますと、精神がデストラクションする恐れがありますのでご注意ください。3発目の絶望感は、どこぞのスーパーロングレンジシュート並みな気がするのだよ。再開一発目で終わりという、そして角折れてないという、でも白銀玉いっぱいもらえたからいいや、素材良ければ全てよし、それがモンハン。角に関しては、代わりにディアさんのおへし折るとしましょう。別名が格流なくらいだし、釣り合いは取れてるよね。価値と耐久を30倍くらいにすればな。さてどうせ楽勝なので、ハウチに挑戦してみるか。携帯機操作だと、セレクトボタンとかいう謎配置がデフォなので、R2 に変えてます。皆さんはどうしてますかね?なんかすでに若干グダってますが、これでマックスになった、はず。あとは効果切らさないよう、コンボを繰り出し続ければいい、はず。右手が赤っち光ってればOK、のはず。そう言われても、動き激しいし他のエフェクトもあるしで全然わからん。とにかく動き続けよう、止まったら終わる。今度は私がサメになる番だ。まあノコギリザメはじっとしてるのよく見るけど、どうでもいい話ですが、私は水中のサメとかを見るのが苦手です。海洋恐怖症ってやつですかね。でも上手とかは好き。なんだろうねこの違い。あ、死んだ。瞬殺は分かってたが、せめて G 級行動見せようぜ。というわけで補足。吠えて。砂波出しつつ潜り。飛び出し。そして確定威嚇。鉄眼光にも砂波がついてます。ついでに得意個体も紹介、体が赤みがかってますね。ディアソル形式でしょうか。
まあやることはジャガイモ飛ばしなんですが、目立った変化はこれくらい。ぶっちゃけ地味。一応突進キャンセルとかもしてくるが、まあ地味だな。初期の得意個体だからね、仕方ないね。この地味さゆえか、G 級には得意個体なくてですね。一気に紹介できなくて無駄に面倒。でもこの旧タイプディアさん見るのお久だったんで、ちょっと懐かしい。まあいいや終わろうと。あ、装備紹介忘れてたんでここで。1戦目も2戦目も同じです。攻撃力にするために調合や交換剣奮発しちゃったよ。それではご視聴ありがとうございました。